週刊プラネッツのお時間がやってまいりました。はい、そして本日のゲストは松坂監督です。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか最近僕らこのポーズ取ることが増えてきましたからね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、そろ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 ドラフト会議がドラフトですよ。で、今日はですね、ぜひ監督からですね、いわゆるそのドラフトにまつわるいろんなことを聞いていければと思います。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりそのドラフト会議といいますと、はい、本指名と育成指名っていうのがあると思うんですけれども、はい、本指名に行くにはやっぱ何が必要かっていうことをぜひぜひお願いします。はい、まあ支配下指名と、育成指名っていうところで、まあ一つ大きく違うところは多分、完成度、選手の完成度がまず一つあると思います。っていうのは支配下で指名するとなると、まあ、契約金で1000万払って、まあ、年俸が1000万円ぐらいから大体スタートして、まあ、500万以上から1500万ぐらいで行くっていうのが大体支配下の、選手なんですね。っていう選手はもうある程度1年2年ぐらいで、一軍の試合に出したいなっていうビジョンがあって、取る選手が多分ほとんどだと思うんですね。で、育成となると、2、3年はある程度覚悟をして、で育成をしていく上で一軍で投げられるレベルになればいいなっていうポテンシャルを見て取ってるっていうのが多分一番あると思います。なんで、まあ、一番一言で言うと完成度がすごく大きいかなと思います。なんで、もうある程度完成してる選手だったりとか、1年2年で一軍でプレーできるっていうビジョンをね、スカウトの方、編成の方に見せられれば、支配下で本指名いただけると思いますし、まあ、あと 2、3 年は、下積みが必要で、その先にあるかもしれないなっていうようなそのスケールの大きさとかっていうものを見せられれば、育成指名になる確率が高いのかなと思っています。ありがとうございます。そのやっぱりその実際にその試合を見に来てくれているそのスカウトの方たちもやっぱりその選手の完成度ないし、やっぱり荒削りでもそうやっぱ光るものがあればっていうところも含めて見てるっていうことですね。と思いますね。いやでもそうですね、本指名っていうのもぜひ期待したいところですからね、はい、2020年と2021年っていうのが、うん、まあ、いわゆる2年連続でその BC リーグの選手たちはそのまだ本指名がなかったんですよね、はい、っていうのがありますので、じゃあ2022年今年こそは行きたい。ね、まあ、スカウトの方からも実際ですね、独立リーグの活躍がよくって、まあ、球団内でも独立リーグの価値は上がってるよという声も実際いただいてますんで、まあ、そういった意味で、信頼といいますか、うん、少しずつ見る目は変わってきていただいてるかなと思うので、うん、まあ、ここからですね、まあ、育成っていう流れではなくて、やっぱり支配下もぜひ送りたいなと、選手に行ってほしいなと思いますんで、はい、そういう取り組みをしています。いやー、すごい頼もしいお言葉ありがとうございます。では、問題なんですけど、はい、こんなん用意してですね。いや、たまにはそのバラエティー要素ももっと入れた方がいいのかなと思いまして、はいはいはい、というわけで、じゃあ、ここで急な独立リーグクイズなんですけれども、はい、独立リーグの過去でドラフト指名された中で、はい、1球団から最も多く、はい、その年に指名された人数っていうのは5人なんですけど、はい、それはどこのチームでしょう。はい、ちょっと待って、僕が大学卒業ぐらいの時に武蔵から結構行ったんですよ。ほう、そこじゃないかなと思うんですよね。じゃあ武蔵、埼玉武蔵引いてるやつ、はいはい、はい、教えてください。なんでやねん。正解は、はい、はい、正解です。そうですね、5人が一気に巨人に、そう、巨人に4人、ね、ドラゴンズに1人が指名されたのが確か2015年なんですよね、はい、まあ、これが茨城になるといいですね。いや、そうですね、いや、 そうですね、そしたらもう、はい、いや、なんだろう、語彙力なくて申し訳ないんですけど、いや、そしたらもうめちゃくちゃ俺は喜ぶと思いますね、本当に。5人か、5人いきたいですね、6名いきたいな、記録作りたいですね。過去その今までのその歴史を振り返ってみると、はい、上位指名で指名された選手っていうのがやっぱりまだ少ないっていうところがありまして、はい、その大上位ないしドラフト4位以上かなで指名された選手っていうのが、はい、まあ、やっぱり100、20、30人のうち、まあ 6名、はい、6名を少ないですねっていう形でして、やっぱりその上位指名で指名されるためには、うん、まあ、言ってしまえばどういう
ことが必要、どういう要素が必要かっていうのもぜひありましたらぜひお聞かせ願えればと。はい、年齢とか、バックグラウンドでね変わってくると思うんですけれども、例えばじゃあ高卒の選手だったり高卒1年目の選手が上位指名ってなると、うん、完全にプロスペクト、まあ、要は、有望株、将来を見据えて、大金を投資して、本指名上位で取るとっていうところになりますよね。でやっぱりそれは、今、例えばすごく才能があったりとか、一芸に秀でてる、すごく遠くに飛ばせる、すごく速い球が投げれる、またその未来を、編成に思い描くかせることができる逸材といいますかっていうのがやっぱり上位に、食い込んでくるのが若い子の上位指名で、今度は大卒、社会人、独立リーグ、もしくは独立リーグで上位指名をもらうとなるともう完全に即戦力ですよね、うん、もう今年来年、うちの一軍で投げてほしいということを、まあ、プロスペクトとしてもですけれども、やっぱり一番は、もうすぐ投げてほしいなと、すぐ打ってほしいなっていうのがあると思います。なるほど、ありがとうございます。というわけで、ここでクイズなんですけども、はい、過去の NPB ドラフトの中で、はい、最も高い順位で指名された選手は誰で何位でしょう、はい、ドラフトですよね。あ、はい、独立リーグから行った選手ですよね。はい。又吉さんだと思うんですよ。又吉さんが2位、香川の又吉さんが2位。何何正解でございます。溜めすぎっすありがとうございます。いや、そうなんですよ、おっしゃる通りで、その又吉選手が香川からドラフト2位で行ってますから、2位っていうのがやっぱりかなり高いですよね。いや、すごいですよ2位は。いやでもやっぱりね、そうすると茨城も、ね、1位狙いましょう。いや、独立リーグ出身者でドラフト1位ってなったら多分そのすごいですよね。独立ファンもそうですけど、野球ファン全体がもう、はい、そうですね、すごいざわってなると思う。いや、期待したいですね。ざわすかしたいですね。ありがとうございます。じゃあ問題です、はい、独立リーグ出身の選手で、はい、本塁打が、はいはい、通算最多本塁打を持ってるのは、はい、ロッテの角中選手角中選手って言おうと思ったのになんですけど1シーズンにおける独立リーグ出身選手の中で、はい、最多本塁打記録は何本でしょう。ワンシーズンで、ワンシーズンでは何本が最高でしょう、ホームランね。はい、はい、5本。5本はい正解は9本なんですよ。おー、結構打ってますね。9本で、はい、2021年の西武ライオンズ、はい、岸潤一郎選手。あ、はい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 、岸選手、はいはい、去年ですよね。去年あなんですね。角中選手が8本なんですよ、はい、で岸選手が9本で最高になってます。で、じゃあこれに類する質問なんですけれども、はい、質問としましては、一芸に秀でる選手が、はい、まあ、指名が多いかなっていう印象があるんですけれども、はい、長距離打者っていうのはやっぱりなかなか難しいんですかね、出現がっていうのはっていうところをぜひお聞かせ願いたいと。と言いますのも、今までの多分、なんていうんですかね、独立リーグから NPB にドラフトされる選手って多分ほとんどが足が速い選手が多かったんですね、うん、で独立リーグが送る側としても結構若くて足の速い選手を狙うんですよ。うん、なんで、まあ、足が速いのは当然行きやすいんです。なんでかっていうと、足って毎日速いじゃないですか、うん、でも明日打てるか分かんないし、明日抑えられるか分かんない、でも足は毎日速いので、うん、まあ、足が速いっていうのをまず取ると。でそこにバッティングが、いいよ、バッティングをなんていうんですかね、鍛えていったり守備を鍛えていったりする。もともと足速い選手にそういう技術を教えていった方が速いよねっていう考えだと思うんですよね、はい、育成側として、はい、っていうのが、やっぱりなんていうんですかね、ある中で、茨城アストロプラネッツは、まあ、それだけじゃないよねと、うん、でもっとなんていうんですかね、スケールが大きかったりとか夢が見せれたりとか、あとは、まあ、遠くに飛ばす能力がある選手を、輩出できるよねっていうふうに信じておりまして、チャレンジしたいというか、まあ、なんで、あの去年の山中もそうですし、そうですね、まあ、今年のね、あの大型の選手たちもいますし、まあ、当然その両方を狙ってます。あの堅実的で、足が速い選手もそうですし、あとは、長距離を飛ばせる選手もどんどん輩出していきたいなと思ってますんで。なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、
はい、週刊プラネッツエンディングトークの時間がやってまいりました。改めまして監督ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやね、運命の日がねやっぱ近づいてきておりますので、まあ、ファンとしてもね、まあ、ねそこはドキドキして待ちたいと思っております。ありがとうございます。それからもう選抜試合、BC リーグ選抜として NPB のチームと戦う試合、それから、チャンピオンシップもね、あると思いますので、そこに向かって選手たちはまだまだ練習を積んでおります。でこれからですね、もうドラフト会議、10月20日のドラフト会議ではもう、我々は評価をされる側なので、一日一日を大事に頑張っていきます。ありがとうございます。はい、というわけでね、この週刊プラネッツは皆さんのコメントお待ちしておりますので、選手、スタッフ、監督、GM、ね、皆さんの、ね、に対して質問お待ちしておりますので、ぜひぜひ書いていってください。そしてなんと皆さん、チャンネル登録と Twitter フォローしていただくとみんな幸せになれるんですね。いや、なんて素晴らしいんだ。本当にお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで本日はここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。NPB ドラフト会議2022パブリックビューイング開催決定。詳しくは球団公式ホームページをご覧ください。